ックの突然の侵攻は五色の罹患を狙う葬儀の謀略だった。リクソンら将士はその感知を打ち破ると魏の先兵を撃退する。劉備と孫権はその命を新たにし打倒葬儀を誓い合った。かくして後方に何らの憂いもなし。孫権は間を置かず中原攻略の大規模な戦線を展開する。孫権は劉備の軍と連合し高架から北進、孫策らは樹春から魏の防衛線を破りつつ徐南での合流を目指す。この時大将小将らもそれぞれの夫の身を案じて従軍を決意。孫権の軍に合流し孫策や周瑜らの待つ徐南へと向かった。そこへ孫吾の結集を阻止すべく葬儀の軍が奇襲を仕掛ける。大将小将孫昌公連氏が今臨前と深夜の戦場に立つ。深夜には白と黒の熊がいるらしい。その姿を見ると誰もが虜になるとか。なんだそりゃ、山の中で熊見たら誰だって怖いだろうに。大将様と小将様はご姉妹、その美しさは高等の二家と称えられている。大将様は孫策殿の奥方、そして小将様は周瑜殿の奥方なのだ。美男美女、家柄も申し分なし、世の誰もが羨む話だな。小将様と周瑜殿、普段どんな会話をしておられるんだろう。想像がつかない。この辺りには兵器の実験場があったとか。何でも女性の発明家がいたらしいです。なんでそんな話を知っているかですね。職の方々に聞いたんですよ。大将様はいつも孫策殿の心配をされている。本当は戦ってほしくないんだろうな。早く乱世が終わるといいよな。あの方を見ていると本当そう思うよ。女性をご助成する、こんなにやる気が出たことはありません。小将様はすばしこい方、徐南に一番先にたどり着けるかもしれませんよ。大殿、孫策様、そして劉備様、皆様が孫権様を中心に動いておられます。これこそが孫権様のお力でしょう。私はそれをとても嬉しく思います。様は樹春でお見事に戦われたそうです。ですが私まだお体のことが。離れているとやっぱり心配になりますね。だからできれば急いで進みたいです。こちらにはか弱い女性が多い。それを奇襲とは義務非道だな。お前本当にか弱いと思ってるのか。はあ、おめでたいやつ。
劉備殿と離れての行軍とは、姫様お寂しそうですな。皆様何気にやる気満々ですね。険しい山道を行くことになります。足元には注意してくださいね。この先猛獣の目撃証言もあります。はぐれないように注意してください。私には分かりません。なぜ蓮子様は孫権様を選んだのか。ああ、大変失礼しました。今のはただの独り言です。私の親戚がやたら分かるというものですから。私たちの進路を塞いじゃってるわ。我々がジェシュンの兄上たちと合流するのは自明。向こうはその前に打ち払いたいはずだ。そっか。じゃあ他の道を進むのは。これは一気火星に巨匠までを狙う電撃戦。最短距離を最速でかけねばならん。なら戦うしかないってことね。でも玄徳様たちはまだ着かないわよね。職軍の体制を整えてから進むって言ってたし。うん、つまり我々は貨幣だ。危険は承知だが今は進むしかあるまい。兄様きっとびっくりするわよ。私たち結構いけるんだからね。消去。うん、早く周囲様のとこに行かなきゃ。みんな張り切っていこう。この地を駆け抜け序断を目指す。みんな足を止めるな。怖いの出られませんね。孫作様に会うため私頑張ります。早く周遊様に会いたいな。何を連れてきなんかやっつけちゃうんだから。黒人型が相手でも戦場は戦場。超軍営全力にて相手つかまつる。これは無事にて華やかな戦ですね。では私もより華麗に参りましょう。義軍めやはり兵を潜めていたか。奴らを倒さねば先へは進めぬか。なんと貴殿のどの将だというのか。このような恐れが。今私のことバカにしたんですか。すごく強い敵に任せちゃうもんね。どうしよう。私だって敵なんだから。
私には不要。またお会いしましょう。敵将取っちゃった。よし、周囲の敵は退けたな。急いで山を下るぞ。先ほどの兵器、我らで使えるのではないか。
すぐ山を下り終える。みんな、あと一息だ。この先へは進ませない。私がここで命運を絶ってあげる。もう少しだというのに、最後まで厳しい道のりだな。彼とは面倒だな。奴が追いつく前にここを抜けなくては。その勢い誰にも止められますまい。少女すごいわ。お遊びはここに。そろそろ管理していただきます。ここで敵の追撃部隊を打ち払うぞ。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。